こんばんは、しかママです。本日も一日、せーの、お疲れ様でした。今日木曜日なんですけど、とある報告があったので、土曜日の動画を木曜日にずらしました。なので土曜日の動画は今週なしです。ちょっともう開始早々すっぴんでお見苦しいかと思うんですけれども、早速報告なんですが、この度石川のまスタイルブック第2弾天気ですねお渡し会が決定しました。ありがとうございます。スタイルブック第1弾を出した時はちょうどコロナになって、お渡し会っていうのがなくなったんですよ。なのでもう本当に悔しくって、今回はねもうできるか不安だったんですけど、いろいろ調整していただきまして叶いました。ということで、概要欄にもね詳しく詳細貼り付けておこうと思うんですけど、大事なことだけお伝えさせてください。まず開催場所なんですけど、東京です。ブックファースト渋谷店の地下2階 F ブースイベントスペースというところで開催します。で、日程が9月30日土曜日の13時からです。今回お渡し会3冊券までありまして、1冊券がサイン本のお渡し、そして2冊券がサイン本のお渡し、私とステッカーとツーショットがついてきます。今回スタイルブックのために、あのオープニング映像でもおなじみの池田さんに今回イラストを描いていただきまして、モチベになるようなステッカーを作りました。プラスねツーショット撮影ができるので、何かね記念に残る思い出になったらいいなと思います。そして最後の3冊券なんですけれども、サイン本のお渡し、そしてステッカー、動画撮影15秒以内がついてきます。あの TikTok とかね、何か一緒に撮れたら思い出になるかなとか思って提案してみたんですけど、ちょっと今すごいドキドキしてて、こういう一緒に動画撮ったりね、あのする機会は今までなかったので、ちょっと踊れるのをねいくつか考えておこうかなと思うので、よかったら一緒に踊りましょう。で、予約方法なんですけど、電子チケットになってまして、これ抽選ではなく先着なのでご注意ください。予約開始日がすごいキンキンなんですけど、8月31日の18時から予約開始で、9月26日火曜日23時59分までとなっております。詳しい詳細はね概要欄に記載しておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。というわけで、この報告だけですごい緊張しちゃったんですけど、今日の動画はかなり緩めというか雑談メイクやっていこうと思います。報告終わったので気抜いていいですかね。よし、やりますか。カラコンから入れていこうと思うんですけど、今回はね結構コーラルっぽいメイクにしようかなと思ってて、ニムコのメロストロベリーを使っていきます。これちょっとね今日初めて使うんですけど、色素薄くなりそうで可愛いから使いたかった。今日はねちょっと友達感覚で近況報告会などをしようかなと思って、もう恋愛だとかさ、なんか美容だとかいろいろね悩みがあって、あ、かわいい。すごい吐き出したくなった。めっちゃナチュラルじゃない？最近ね、カラコンはミムコかチューズミしか使ってない。おぉ、かわいい。下地はコスアレックスのビタミン E のサンクリーム使っていきます。ビタミン E がね、入っているので、日中お肌を守りながらも日焼け防止になるので、これはもう大好きです。で、そうそう、なんか SNS でもかなり目変わりがあるかもみたいな話題になってますが、今回ね、ちょっと目変わりで買えるような韓国コスメだとか、Q店で買ったものとかをね、使っていこうかなと思います。いた痛い背中が。今日はね、あの雑談で話したいことをねメモしたっちゃんね、この背中が痛い関連から話していこうと思うんですけど、ちょっとめっちゃ恥ずかしいことがあって、ファンデはジャビンデソール21番使っていきます。あの先日私 TGCTeen っていうファッションショーに出演したんですけど、あそこでねランウェイ2回歩いたんですが、その動画がね結構いろんなとこに出てて、ちょっと自分でもどんな感じだったか気になるなと思って見たら、結構コメント欄がちょっと荒れてて、いやでもあのね、ちょっとこれはいろんな意味で悲しかったんですけど、何に書かれてたかっていうと、猫背やばいっていうのとストレートネックについて書かれてることが多くって、で私猫背改善したとかさ、結構ダイエットの話とか動画ですごい堂々と話してるじゃないですか。なんかそういう動画出してるのに、なんかあこんな感じなんだみたいな感じで書かれてて、いや自分でもこんな猫背とは思わなかったなと思って、なんか今までそういう動画たくさん出してきたからさ、なんかちょっと騙してしまったような感覚になっちゃって、すごいなんか悲しいというか申し訳ないという気持ちになって、もうそっからちょっと本当にこれはあの改善せないかんと思って、まあ整体も行ってなければ姿勢も意識あんまりしてない時もあったりしたので、でそれでねちょっと猫背がより悪化してしまったのかなっていう、ちょっと忙しいっていうのもね言い訳にはなるんですけど、もうパソコンをね半日ずっとこうやってやってたりするので、猫背になりやすい生活習慣を送ってるので、まあ人一倍ねあの気をつけてちゃんとケアというか改善しないとなと思って、最近あの新たに猫背矯正というか体の
歪みをね改善できる、すごいねすご腕の整体師さんに体をお願いして、ピラティスも猫背改善を中心にお願いしたりと、ちょっとね改善できるポイントが新たに見つかったのでちょっと嬉しいなと思ったんですけど、すごい悔しかったので、ちょっと絶対に改善して胸張って歩けるように、まあ、自信になるように毎日ねコツコツ頑張ろうかなと思ってて、ちょうど学生ランウェイに出演が決定して、もうそこでは綺麗なね背筋で挑みたいなと思います。本当にもう自分ではさ治ってると思ってたし、ちょっとね慣れないヒールだったりすごい緊張で縮こまっちゃったっていうのも多分あると思うんですけど、なんか自分で見てもね姿勢って本当大事だなって思いました。もう首が前に落ちてしまうんじゃないかってぐらいもうこんなってたんですよ。もう最悪すぎる、本当に恥ずかしい。そんな感じで私の新たに改善すべきポイントが見つかったということで、ファンデーションあったんですけど、これめっちゃめっちゃいい。重たくないけどちゃんとカバーしてくれるので普段使いすっごいしやすい。どんなに可愛くなろうと努力してさ自信がついたとしても猫背だと暗く見えるからさ、これは本当にすぐに直さないといけない。で整体に行ってねもうすごいボキボキやられちゃって、で今撮影してるここもさ地べたで撮影してて、まあ、地べたにまあちょっとクッション性のある座椅子を置いて撮影してるんですが、整体の先生にもそれやめてくださいって言われた。安定のパーフェクトダイアリーのパウダー。でそれこそねこの地面に座って撮影するのも体に悪いし、ちょっとちゃんとしたね撮影スペースをもっと広いところに、ね、借りたいなと思って、ちょっと引っ越しを今考えてて物件探してるんですけど、この景色が見えるのもあと1、2ヶ月かなと思うので寂しくなりますが目に焼き付けておいてください。眉毛描いていきます。久しぶりに眉サロンに行ったので多分綺麗だと思う。どうですかね。続いてのトークテーマは嫉妬です。恋愛の近況報告やっていこうと思うんですけど、もう本当に私が恋愛したくないっていうかできなかった理由の一つに嫉妬深すぎるっていうところがあって、そんなんで苦しむぐらいなら恋愛しない方が絶対に心が楽と思って恋愛を今までしてこなかったんですけど、実際に恋愛をするとねやはり嫉妬がついてくるもので、もう本当にね小さなことにでもプツプツ嫉妬をしてしまい、で嫉妬をさなくすというか気にしない方法とかいっぱいあって、まあ、趣味たくさん作るとか忙しくするだとかなんか信頼するとかいろいろあると思うんですけど、それでも嫉妬するんですよ。本当にしょうもないことですよ。中学生レベルの嫉妬と言われるぐらいの嫉妬なんですけども、それでさちょっとね落ち込んでたわけですよ。ここ最近ガクッとね自分に自信がなくなるわ、何やっても無理だみたいな状態になってたんですけど、とりあえず気分転換にね眉サロンに行ってまつげパーマ行ったんですけど、するとすぐメンタル復活して可愛いじゃんやっぱみたいな気持ちになって、今自信がメラメラ湧いてるんですけど、そっからね整体も予約したり、それこそこの間言ったビジア肌診断、乾パンとかがどれだけあるか、シミがどんだけ隠れてるか、ニキビ菌だとかいろいろね調べられる肌診断を予約して、それでよかったらちょっとルメッカとかもやってみようかなと思って、ちょっと嫉妬が原動力になってなんかすごい美容をたくさん予約してしまって、もう今ねすごいテンションが上がってます。本当何の話だって感じなんですけど、でも今はね本当に恋愛してるおかげで美容のモチベ向上してるっていうのもあるし、だけどこれがストレスになっちゃダメじゃん。友達にいっぱい会って相談したり、宝塚いっぱい感激したり、趣味の時間を増やしてどうにか保ってます、平常心を。ちょっとアイシャドウで眉毛ピンクにしていきます。あ、アイシャドウからすればよかった。最近アイシャドウからするの忘れてた。ショートでも紹介したデイジークのコーラルコレクションのアイシャドウ使っていきます。23番、このマットとこのマット混ぜる。だからそのねちっちゃなやきもちから最近は美容のモチベがぐんぐん上がって、なんかもう最上級のね美という甲冑を身にまとってやるみたいな気持ちになってて、私は究極の美さえ手に入れれば全て解決すると思ってるので、まあ、ちょっとしたやきもちやムカつきがあれば全部美にぶつけることにしました。これめちゃくちゃいいですよ。まあ、恋愛以外もそうなんですけど、ちょっとプツンとくるような嫌味を言われた場合、今日はあれを言われてムカついたからまつげパーマ予約してやるみたいなメンタルでいようとこれから思って、そうするとねちょっとでも可愛くなった自分が見れるので自己肯定感にもつながるし、自分で機嫌取りをするようにしてます。
かわいい。なんかさ、最近さ、ずっとブルベっぽい髪色もさ、青系にしたけん青みっぽいメイクばっかだったんですけど、なんか久しぶりにこういうコーラルピンクオレンジ系使うとめちゃくちゃ顔色明るくなるから、私イエベ春要素強いのかな、ブルベ夏なんですけど。で、この濃いブラウンベージュをこの目頭の彫りに入れます。ブラウンを三角ゾーンの下に入れていく。最近すごいよく来るコメントがあって、それがね、痩せましたかっていうコメントなんですけど、いい意味の痩せたじゃなくって、こけてますよってめっちゃ来るんですよね。で、それについてちょっと言いたいことがあって、マジで私全く痩せてないし、今ピラティスめっちゃサボってて太りすぎてるぐらいあるので全く痩せてないのと、めっちゃね、多分私大人になるにつれてめちゃくちゃこけやすい骨格だと思うんですね。私のお母さんとおばあちゃんが結構頬骨しっかりしててこけやすいタイプの骨格してて、それ完全に受け継がれたなって最近気づいたんですけど、めっちゃなんか心配されるようになってなんか痩せすぎじゃないですかみたいな。しかもこの間骨って言われたんですよね、骨。だから全然嬉しくないし、ちょっとでも確かに自分で見てもすごい頬骨が出て見えるなって思い始めて、昔から気にはしてたんですけど、でそれをね改善するメイクっていうのを最近研究してるんですけど、ちょっと後でやりますね。で、あと今はねそんなにこけて見えないと思うんですけど、もうね先週の動画でめちゃくちゃ言われちゃってめちゃ気にするようになってしまったんですけど、私黒髪にしてさ、こうやって髪を下ろすとちょうどここの頬骨で髪がこうやってまっすぐストンって落ちて、ここに影が入るんですよ。だからすごいこけて見えるというか、ほらこここけて見えないですか。でこれでね、なんかすごいガリガリに見えて、なんか骨骨しく見えたみたいで、すごいコメントが殺到して確かにって思ったんですけど、もちろん髪色も明るい方が似合うんだろうなって思うけど、髪色全然落ちないので今黒を楽しもうと思います。ピーポーだ、これ取ります。でこれをこんな感じで目のカーブに沿ってライン入れます。これするとね妖精気分になれるので好きなんですよね。このラメ取ります。溜め込むのは良くないなと思って最近の私の気持ちを吐き出しました。可愛い。一旦リリミューでシェーディング描いていきます。一旦顎下削る。最近だからもう頬骨がね気になってきたので、もうしっかりシェーディングで隠すようにしてます。このね頬骨の付け根部分から内側に入れることによって、いい感じにねこの顔のカーブが凹凸あるように見えなくなるので、しっかりと上から下に押さえ込んで隠していきます。どうだね、鼻筋描いていきます。最近鼻筋もあんま描いてなくって、まあそれこそ鼻もね立体的に結構際立たせてしまうと骨骨しく見えてしまうかなとか思って、最近はいかに顔をふんわり見せるかで勝負をしてます。髪色がね黒だからこそ結構ね強く見えてしまうので、ちょっと今日はね全体的に柔らかい色を使ったり、ちょっと黒髪をね重く見せないメイクっていうのをやりたい。久々鼻筋描いた。で今日はシェーディングで涙袋の影描いていきます。ペンシルよりもねシャドウ使った方が柔らかく見えるんですよ。そしてこれで涙袋描いていきます。やっぱ私はねもう TikTok のベルメイクが本当に漏れるので、ベルメイクっぽいね涙袋を作るにはこういう薄ピンク系の明るいマットが一番似合うので、ベルメイク風の涙袋、涙袋こんな感じ。可愛くない？このままマスカラいきます。うわどうしよう。今日はちょっとヒンスのねこのマスカラを使ってみようと思います。今日はねもう勘でいろいろ使いたいものを使ってるので、この紫ちょっと合わなかったら上から黒塗ります。なんかメイクってほんといろんな種類だったりさ色があるのに、一回落ち着いてしまうとこういうカラーマスカラの存在忘れてしまって、ふと使うとねめっちゃ可愛いってなるんですよね。あいいかも、可愛い。めちゃくちゃどうでもいい話なんですけど、ミニストップのね安納芋ソフトが超美味しそうだからもう食べたくってって思ったら、スタバでもさなんかお芋の限定が出てて、今年のね秋はもう制覇してやるぞっていう気持ちで限定芋スイーツをね探し漁ってるんですけど、視聴者さんでなんかおすすめのね限定お芋スイーツあれば教えてください。てかなんかプラムっぽいメイクをねしたいなと思ってて、これはまだまだザプラム感はないけど、ちょっと秋はねお芋をイメージしためっちゃ紫のメイクがしたい。だからこのマスカラまた登場すると思います。ちょっと下まつげをしっかりと作ろうかな。かわいい、まあ、結構紫。そうだめっちゃかわいいアイライナーいただいて、ちょっとこれ今日使ってみようかなと思うんですけど、見てポケモンコラボラブライナーなんですけど、今回リキッドライナー4番のロゼブラウン使っていきます。
ちょっと今日使わないんですけど、大好きなミミッキュのコラボですね。これ使いたいけど、これ、まあ、ダークブラウンなんで、まあ、使いやすいけど、今日はちょっとせっかくなんで、まあ、ロゼっぽい色を使って統一感出したい。見て、めっちゃ可愛い。もう限定って言われるだけで欲しくなるよね。色はこんな感じです。パープル系のマスカラも合いそうだし、コラルカラー使ってるけど多分馴染むでしょう。今日はちょっとね、まつげしっかり塗ったのでドールっぽい雰囲気あるかも。若干気持ち跳ね上げました。本当にメイクで顔変わるし、最近さ、顔の左右差すごい気にしてて、私の最終地点はね、もう歪みのない左右対称の美形になりたいので、まあ、メイクとかでね。で、最近すごい面白かった話があって、眉サロン行ったんですよ。で、そこの眉サロンがすごい親身に私の相談を聞いてくれて、なんか多分動画で見てるとあんまり分かんないかもしれないんですけど、写真でね、たどりされた時になんかね、こっちの眉毛がね、めっちゃなんか太く短く見えるんですよ。でもさ、あんまり変わらないじゃないですか、長さとか。で、これをね、すごい相談してて、なんかこっちのね、眉毛と右目付近が盛れないんですよみたいな話をしてたら、なんかね、うちさ、ここのさ、側面あるじゃないですか、目の横の耳に行く側面、ここがね、左右でカーブの緩やかさが違うって言われて、こっちのね、あの眉尻、目尻から耳に向かってのこの側面のカーブは緩やかなんですよ。でもこっち側のあの眉尻から耳に向かっての側面が急カーブになってるみたいで、だから大げさに言うとこっち90度でカクカクって側面になってるけど、こっちはふんわり緩やかな曲線だから眉毛もふんわり綺麗に見えて、こっちはね、もう直角級になってるから眉毛がね、眉尻部分が影になって短く見えると言われて、すごいそれがね、納得してというか感動して、ちょっとね、それでね、眉毛の形もいろいろ調整してもらって、ちょっと下げ目に作ったり、角度時は長めに書いてくださいって言われたり、なんかこういうね、なんかアドバイスをしてくださるさ、プロの方ってもうありがたい。だからちょっと眉毛の形がね、変に見えちゃう写真でねって方は、ここのね、カーブがちょっと左右で違うのかもしれません。で、今日リップはめっちゃ安定なんですけど、ウォンジョヨン先生のアンティークピンク使っていきます。毎日使うようのに全然なくならん。なんかこんな私が言うのもあれなんですけど、結構リップって似たようなものがすごい多くって、ティントとか特に。なんですけど、このね、ウォンジョンヨのリップステッカーだけは似たものが一個もない。変わりがないから、もう本当にこれないと私生きていけない。トゥワイス様のような唇になれるので、かかな感覚はちょっと範囲出す。これはね、土台として塗っているので今回の主役ではありませんが、本当に唇がね、私ちっちゃいので、どうにかね、オーバーリップで大きく見せないとバランスが悪くなるので、ウォンジョンヨはマジ必須。で、次が本命なんですけど、デイジークのジューシーデュイティントの17番です。色はね、こんな感じで青みっぽい粘膜ピンクですね。かわいい。なんかもう本当にね、果実かじったようなジューシーな唇になる。まあ、このメイク的にね、オレンジとかでもいいんですけど、あまりね、濃すぎたりするとちょっと髪色も黒だしね、ごちゃごちゃになってしまうので、馴染みやすい粘膜ピンクにしました。中心だけに塗ります。中心だけ、めっちゃいい香りする。こんな感じでプルプルになる。バリ可愛い。そしてリップ終わったらチークします。チークもデイジークです。ブレイディングレイヤーチーク使っていきます。なんかピンクだけ使ったら結構青み強かったので混ぜます。最近自撮りしたらね、後から加工でさらにチークをプラスするので、もうちょい元から濃くしてもいいのではと思い、濃いめにチーク塗ってます。最近はね、ちょっと可愛く真ん中部分に入れつつも、ちょっと頬骨側に流すみたいな、可愛いに全振りしすぎないようなチークの入れ方にハマってます。結構ね、これパッと見ね、すごいナチュラルな色なんですけど、しっかり色つくんで、まあ、チークあんま目立たないなって思う方とかは、これめちゃくちゃおすすめ。可愛い。カメラだとね、あまりチークがね、わかんないんですけど、しっかり色ついてるんですよ。すごい春っぽい雰囲気出ちゃったけど。そして鼻先の低い位置にチーク入れます。高いところだとね、結構甘さが出るので、オレンジ強めのチークを鼻のね、下部分、ほぼ見えないところに塗る。で、ここの鼻の真ん中にもチークを軽く入れる。ちょっと鼻もね、一緒に日焼けしたようなほてりが出るので可愛いです。顎に塗る。おー、いいんじゃない。最後はパーフェクトダイアリーのスターダストダイヤモンドハイライトパウダー1番使っていきます。こちらは塗る宝石でございます。まずは鼻先光らせます。鼻に真珠を買ってるかのような艶めき方。やっぱこれ可愛いな。そして鼻の中心部分、そして眉下、眉下、
そして頬の上、お頬の上に艶玉注入。そしてここの目頭からクマの下を沿うようにラインを引く。クマ、目頭からクマの下をライン引く。ここね、結構光が反射するとめっちゃツヤって可愛いんですよ。みずみずしくなるので肌が綺麗に見える。でちょこっと顎に塗って、おー、ツヤツヤした、いいんじゃないですかってな感じで、メイクは以上でございます。髪の毛をどうしよう、今日は整えていきたいと思います。整えんかもしれんけど。というわけで髪の毛適当に今日は分けてみたんですけども、片付いちゃったけんさ、分けざるを得んかったんやけど、どうでしょうかちょっと我ながら計画性ないメイクだったんですけど、まつげめっちゃ可愛いし、なんだかの統一感出てるし、しかも多分ね、あの髪の毛がブルーブラックなんで、マスカラのね紫がすごい相性良かったかも。やっぱ黒髪だとね、あのコーラル系でいっぱい埋め尽くした時はちょっと顔がね薄くなってしまうので、割とねちょっとパンチが少し効いたマスカラだったり、眉毛の色だとかポイントポイントでね統一させるのが大事だなと思いました。ちょっと全体的にメイク終えた感想なんですけど、やっぱこのジャビンデソールのファンデーションめちゃくちゃいいなって思った。ほんとしっかりねカバーしてくれるので、メイクのねノリがすごい綺麗に見えるっていうのがあって、結構ねベースで発色の仕方とかもね変わるなってちょっと気づいたな。で明日はですね、あの目代わりとかで買えるような韓国コスメをねもうど大量に紹介する予定なので、なんかね9点とか目代わりでね何買おうかなって悩んでる方は明日の動画絶対にチェックしてみてください。そしてあのオープニングでも言いましたが、お渡し会が決定しましたので、あんまりほんとこういう直接会ってお話しするイベントっていうのは年に 1-2 回ぐらいしかないので、私もねあのたくさんの視聴者さんに会いたいなと思ってるので、ぜひお時間ある方は会いに来てください。でちょっとねお渡し会に関してはいろいろねあの気になる点とかもたくさんあると思うので、インスタグラムの質問箱を出そうと思うので、気になる方はそちらのハイライトもチェックしてみてください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。